サンダー・チャイルドは、H.G. ウェルズの SF 小説、宇宙戦争に登場する架空の軍艦。艦名は、雷、シンコの意。イギリス海軍の水雷昇格艦。水雷昇格艦とは、昇格と魚雷発射艦を融合させた、水雷昇格を艦首に装備した小型高速の艦艇のこと。具体的なスペック、武装などは劇中に描かれていないため不明であるが、 日本煙突を、持ち、武装として、水雷昇格と歩天兵装を有している。モデルとなった艦は、用途や、挿絵などから、水雷昇格艦ポリフィーマスや、アラガント級防護巡洋艦などであると推測できる。また、映画、ザ・カウントダウン地球大戦争では、ハボック級駆逐艦コンセプトアルバム、ジェフ・ウェーン、エス・ムシカルバージョン・オブ・ザ・オ,オブ・ザ・ワールズでは、 可能パス級戦艦として描かれている。なお、実際の水雷昇格艦は実戦においては、使い物にならず、特に敵艦への昇格突撃など非現実的だと、判断され、主に魚雷の運用試験にのみ用いられていた。サンダー・チャイルド自体も、昇格内の魚雷発射艦を使用する描写は見られない。トライポッドに、昇格攻撃を行うサンダー・チャイルド・サンダー・チャイルドの、 戦いは主人公が避難民の一人だった弟からまた撃した話として描写される。サンダー・チャイルドは火星人の地球侵略が起こった時、イギリスからヨーロッパ本土への避難民を乗せた戦団の護衛のためにエセックス沖で警備任務についていた。6月の水曜日の午後、ファウルネス方面から火星人のトライポッドが3台出現し、 戦団の出航を阻止するコースを取りつつ進行。この時点で海軍の他の艦艇はテムズ川の川口付近に展開しており、トライポッドから戦団を守ることができるのはサンダーチャイルドのみだった。駆けつけたサンダーチャイルドはトライポッドの至近距離に到達するまで一切発砲せずに全速力で突進した。この行動は 火星人を混乱させたようで、ようやく一台のトライポッドがガス弾を発射した時には、サンダーチャイルドはすでに戦乱とトライポッドとのほぼ中間点にまで達していた。サンダーチャイルドはガス弾をもろに食らったものの、その勢いを少しも衰えさせることなくなおも突撃を観行した。トライポッドは陸地へ退却を始めながらも熱戦で反撃。熱戦によって生じた。 水蒸気がサンダー・チャイルドの姿を隠し、サンダー・チャイルドは撃沈されたかに思われた。だが、外部こそ炎に包まれたものの、機関や操打装置といったサンダー・チャイルドの中枢部は無事だった。熱戦を発射したトライポッドにそのまま突撃し、昇格攻撃と砲撃によって撃破したサンダー・チャイルドは攻撃対象を第2位のトライポッドに変え、 再びまっしぐらに突撃した。双方の距離が100ヤードに迫った時、トライポッドが熱戦を発射。熱戦の直撃によって、甲板や煙突が吹き飛び、大破した、サンダーチャイルドだったが、戦隊は完成によってなおも、全身、二台目のトライポッドに激突し、これを突き沈めた。三台目のトライポッドは撤退していき、避難船団は、 無事にヨーロッパへと向かっていった。なお、その後のサンダーチャイルドの消息安否は、視界が晴れた時には、すでにその姿はなかったとしか描写されておらず、撃沈されたのか、それとも生還を果たしたのかは、不明瞭となっている。日本語版では、昇格駆逐艦と翻訳されている。ただし、不当への攻撃に、水雷昇格が用いられた例はある。ありがとうございます。